こんにちは、速稼塾の久保です。コロナ倒産という言葉がね、数々聞かれまして、現在失業者が8万人を超えたということなんですよ。今年1年でですよ、失業者が8万人ということはものすごいインパクトで、8万人の方が職を失うってことは、その家族とかね、それに類する方もかなり生活困窮に陥ってるってことでもありますし、その離職された方の中にはね、もう自ら命を絶ってしまうようなことも起きるわけなんですよ。そしてこれはリーマンショックの時以来常に叫ばれていたことなんですけども、このね、離職率と倒産件数、こういった職を失う、収入源を失うってことと自殺率っていうのは綺麗に相関関係があるんですよね。そう考えていくと、この西村経済担当大臣、経済復興担当大臣でしたっけね、この方が毎日出てきているのに、なんでこういう事態が起きるのかなと。いわゆる政府の頭のいい方、国のリーダーが集まって、なんでこういう事態が止められないのかなということをね、甚だですね、憤りを持って、国会のね、放送などを見てしまうわけなんですけども、皆さんこういうことを覚えてますかね。確かあれは6月か7月ぐらいだったかと思いますけども、小玉教授って方がいきなりね、出てきて国会でこういうふうに話したんですよ。今のままでいったら日本はね、とんでもないことになると、目を覆うばかりのことになるというふうなね、ちょっと恐ろしい見解を出されたんですよ。で、この方が出たのはこの時限りで、それからというものを、こんな大事なね、提言をしてくださる方が出てこなくなっちゃいました。 YouTube で一部見ることができるんですけども、少なくとも公の場というかね、旧メディア、中央メディアに出てくることはありませんでした。本当にインターネットの隅っこにちょこっと出てくるぐらいで、要するに風下に置かれただけなんですよ。で、菅総理はよくね、エビデンスがないとか言いますけども、エビデンスがないから安全だっていう考え方になってるんですよ。違うんですよ。エビデンスがないってことは、最悪を想定して動いていかなければならないんですよね。エビデンスがないってことは、もし最悪の結果だったらどうしようってことを考えながら進めていかないといけないのに、まあ麻生財務大臣なんてのはね、家庭の問題には答えられないって言ってるわけなんですよ。いや、そうじゃないって。危険な想定をたくさんしておいて、それに対するリスクヘッジをたくさん用意しておくのが政府の役目であり、私たち個人でもそれはすごく大事なんですよね。もし自分が感染したらどうしようという思いからマスクをするわけでしょ、飛散しないように。じゃあ家庭の話をしないっていうんだったら、マスクをするしないっていう話になってくるわけですよ。で、エビデンスがない、エビデンスがないって言いますけども、エビデンスがないから安全だっていうんだったら、だからそういう理由で宴会してるんですかってことになっちゃいますよね。 GoTo キャンペーンなんですかってことになっちゃいますよね。で、GoTo キャンペーンにおける需要喚起策、これは900万人の雇用を守るためだって言ってますけども、雇用を守るなんてね、別に人に働いてもらわなくても、観光を動かさなくても、最低限のいい食事を確保できるような体制さえ整えば、あとは補償金でいいわけですよ、休業補償金で。でも今 GoTo なんとかっていうのをやったがゆえに、今度年末年始のね、休業要請をすることになっちゃって、本末転倒なわけですよ。で、まさにですね、一瞬一時的に救われた、GoTo なんとかっていうものに対して、その反動で一時期救われたがゆえにですね、大部分が救われなくなるという、本当に目も覆わんばかりの事態が起きてしまってるわけですよね。一体何を考えてやってるんでしょうかということになります。ね、西村経済担当大臣は相変わらずいつでもマスクって言ってますけども、まあ閣僚本人がしてないとかね、これ宴会をやめないとかね、しかも政府の要人、閣僚っていうのはみんなご老人ですよ。で、繰り返し申し上げますけども、この今回の騒動っていうのは、老人を守るために若者が仕事も趣味も我慢している状態ですよ。なのに、その老人が先頭を切って、ね、動いてしまって、遊びに行ってしまって、コンパニオンまで呼んでしまってね、若い人を巻き添えにしてると。しかもそれを感染症対策だとか言ってね、80人呼んだ元閣僚も、私に責任はねみたいなこと言って、挙句には安倍総理もずっと突き続けてきた嘘をね、さらに嘘で重ねてしまうという。一体この国っていうのはね、誰を見本にして生きていけばいいんだろうかってことになっちゃいますよ。ね。見苦しい、みんなして。ね。安倍総理はじめ、自民党見苦しい。その自民党全体が、もうバカなことをやってるようにしか見えないんですけども、まともなことやってる人もいるんですけどもね。で、そういう人に限って、煙たがられて中堅以下の役職にとどまっているというね、よくあることですよね、これもね。本当に情けないと。話を戻しますけども、小玉教授がですね、目を覆うばかりになると言ったあの言葉、今でこそその意味がわかる。そして小玉教授はこれを予見できる優秀なドクターだということが言えると思うんですよ。どっかの分科会の尾身教授はずっと楽観論でしたけども、ヘラヘラとやってましたけども、最近に来てね、本当に責任を感じたのか、今では本当のことをね、ズバズバと言ってくれるようになりました。
顔も引き締まってきたようです。いや、本来そうあるべきなんですよ。ただやっぱりね、相変わらず菅総理はじめ閣僚の中には専門家の皆さんがこういうふうに言っていたんで、それに準じてやったみたいなことを言いますけども、専門家の意見を聞きながら、そして反対意見も咀嚼しながら最終的な判断を下すのは誰なんだってことなんですよ。いつでもね、専門家の先生がっていうふうに責任を逃れるようなことを言ってますけども、まあね、発信する人間の立場の言うことではないかなと思います。全ては自分の責任ですっていうふうなね、その責任を取る姿勢っていうのが全くないわけなんですよ。他にもね、いろいろと言いたいことがあります。ただシンプルに言ってですね、国民に生活保障して、そして3ヶ月か半年か1年かわからないけど、これで耐えていこうぜ。必要最小限の人には頑張って働いてもらう、医療関係の方とかエッセンシャルワーカーの方に働いてもらうんで、じゃあ1日あたりね、いくらの保証を出しますとかね、安全対策のための資金供給をしますとか、今でこそね、医療関係の方に時給をプラスアルファしたりとかね、医療関係自体に1000万規模のお金を融通するみたいなことね、出してますけども、遅すぎる。これをね、半年前にやらないとね、こういうことのね、繰り返しで後追いでケチ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 やるから、かえって被害が高まるのと、国民がね、もう怒り出してから、勝手なことをやり出してから、言うことを聞かなくなってからやっても、もう遅いわけなんですよ。で、今まさにそのタイミングの遅い時期が来ちゃってるのかなと思いますよね。まあ本当に憤りの1年だったかなと思います。国民はね、しっかりと守り、動いて動かなかったりしたわけなんですけども、それを支持した人間がどうしようもない人ばかりで、皆さんもね、怒りに感じるところが多いんじゃないかなと思います。そしてコロナ倒産、この被害っていうのはまさに人災ですね。ウイルスっていうのは、これは仕方がない、自然発生的に生まれる生命の共存というテーマの中にいる生物のやっぱりね、一部なわけですよ。で、これはこれからも起きるでしょう。で、その時の対応をやっぱり人間がしていかないと、ね、ウイルスという目に見えないものに対して人間がやっぱりね、最悪を想定して最善を持って動くということをしないとね、なんともならないんじゃないかなと思います。いまだにね、家庭の話は答えられないとかね、それに納得する記者も記者なんですよ。そういったね、家庭の話に答えられないような、だったらね、どうやって大学受験やったんですかと、もしかしてこの問題が出るかもしれないと思うから赤本買うわけでしょ。でもね、全然ずれてますよね。ずれてるし、こんなことがね、通用する世の中になっちゃダメですよ。こんな家庭の問題には答えられないとかね。家庭の問題に答えられるから立芸塾が完成するわけなんですよ。いやー、本当にね、どうしようもない年末になってきましたね。まあ私たちだけでも最悪の状況の中で最善を尽くす、この精神は忘れないようにしていきましょう。ということで、いってらっしゃい。